どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日はですね、防災グッズを紹介してくださいということで、防災グッズっていろんなものがあると思うんですよ。例えばワンちゃんのドッグフードもね、何日分ぐらいは貯めておこう、買い置きしておこうねとか、それがもし何かあった時のために使えるようにしておくみたいなのが大事だったりするんですけども、その他にもね、例えばお水だったりとか、ドッグフードだったりとか、おやつだったりとか、やっぱりある程度ね、準備するものっていうのは結構あったりするんですけども、それは今回は一旦置いておいて、これがあったらね便利だよみたいなものと、あとこんな使い方ができるよみたいなこともね、今日は紹介していきたいと思います。まずは一つ目ですね、ペットシーツということで、うちの子ね、中でおしっこしませんっていう方だと持っていかない方が多いんじゃないかなと思うんですけども、このペットシーツっていうのが薄いタイプと厚いタイプがあるんですよね。できれば厚いタイプの炭とかが入ってますよみたいな、匂いを吸収してくれるみたいな、そういう系のやつですねがあると結構便利だなと思っていて、でペットシーツって腐らないので、買ってお家に置いていただいてもいいのかなと思っていて、例えば使い方としてはすごい吸収してくれるんですよね。なので避難所で何かこぼしちゃったとかっていう時にもパッて押さえるとすごい吸収してくれるし、あとですね、匂いも出づらい。例えば環境が変わって体調崩すのってワンちゃんだけじゃなくて人でもありえますよね。なので例えば気持ち悪くて吐いちゃう時とかも、ペットシーツで一回受け止めてあげてからね、捨てるようにすると、匂いももちろんある程度抑えられる部分もあるし、その他に後で中の汁が垂れてきちゃったみたいなこともないと思うんですよね。なので災害時だと、例えば活躍するのがカップラーメンとかね、毎回つゆ全部飲むってなかなかしんどいし、あれってどこに捨てたらいいだろうってなる時ありますよね。そういうのもね、ペットシーツで吸収させてあげて捨てるということができます。なので結構ね、ペットシーツは私は避難の時には結構必需品じゃないかなと思っていて、特にお外でうちの子は毎回するから、うちの子は中でしないのよっていう方だと思ってないことが多いんですけども、家に置いといて何かの時に持っていくと非常にね、便利に使えるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、防災の時の避難のグッズの中の一つとしてはペットシーツもね、入れていただけるといいんじゃないかなって思ってます。2つ目は匂わない袋。これがね、すごいびっくりするのが、本当に匂いしません。ワンちゃんの排泄物とかを入れて、例えばバッグの中とか、あとは車の中とかに置いてた時に、あんまりにも匂いがしなさすぎてつい忘れちゃうっていうぐらい匂いが外に漏れません。これ何に使うかっていうと、さっきもちょっと話したんですけど、例えばね、カップラーメンのね、つゆとかを吸収させたとかっていうと結構ラーメン臭くなったりとか、あとはちょっと袋で引っ掛けたりすると破けちゃったりすると出てきちゃう汁がってなると、やっぱ車の中とかね、汚すの嫌だよねっていう方がほとんどだと思うので、そのためにペットシーツで吸収するんですけども、やっぱりある程度ラーメンの匂い出ちゃうよねっていうところに関しては、この匂わない袋の中に入れていただくと、まあ、かなり匂いが抑えられるっていうのがあります。その他にももちろんね、自分たちも気持ち悪くなって嘔吐したりとか、そういうものに関してもすぐ捨てられる環境ならいいんですけども、多少持ち歩かなきゃいけないっていう時には特にね、重宝するんじゃないかなと思いますので、臭いものと一緒にいるっていうのは結構不快なので、これがね、抑えることができるっていうのは非常に便利じゃないかなと思いますので、ぜひですね、匂わない袋もね、一緒に入れていただけるといいんじゃないかなと思ってます。3つ目ですね、毛布やタオルということですね。これいつも使わないものを置いておいて、すぐ引っ張り出せるようにしておくと、ワンちゃんたちのね、寒い時に関してはやっぱりね、中に入れてあげて暖を取るっていうこともできるし、逆にね、暑い時にはどこかにかけてあげたりすると日よけにもなったりします。なのでいろんな用途でね、使えたりするんじゃないかなと思いますし、あとワンちゃんが例えばね、吐いちゃいましたとか、あとお腹緩くなっちゃいましたっていう時に、家だったらね、いいんですけども、外だとね、なかなかね、大変だと思いますので、ちょっと大きめの布があってパッパって片付けられると結構楽だったりするので、これはね、何枚か本当に自分たちが使ってもいいなって思える綺麗なものから、やったら捨てちゃっていいんだよねっていうぐらいボロボロのやつも含めて、何枚かね、家にストックしておくと便利なんじゃないかなと思いますので、こういったものをね、避難の時に持って行っていただけたらいいんじゃないかなって思ってます。はい、というわけでね、いろいろあったりするんですけども、あとはね、忘れやすい中でいくと、食器もね、セットとしてもすぐに入れとくとか、車に常に積んどくとかでもいいと思うんですよね。いざっていう時に結構なかったりすることが多くて、何にワンちゃんのお水やフードを入れようって悩んだりとか、コンビニで紙皿買うのも悪くないですけど、紙皿だとね、ふにゃふにゃになっちゃったりとか、あとは思ったよりね、いい形ってなかなか難しくて、浅かったりとか変に深かったりとかね、なんかちょうどいいのないよねっていうのがあったりするので、ぜひね、ワンちゃん用品ですね、持っていくと便利にね、避難の時も使えますし、またワンちゃんにだけじゃなくて、我々にとってもね、便利なものたくさんありますので、ぜひ皆さんもね、お家に買ってストックしておいて、何かあった時には持って行って使えるようにしてみてはいかがでしょうか。